モーリス1100、オースチン1300、GTMG1300、ウーズレー1300、バンデンプラプリンセス1300、ライレー、ケストレル、BMC、アド16は、イギリスの自動車メーカー、ブリティッシュモーターコーポレーション、1968年以降は、ブリティッシュレーランドモーターコーポレーション、BLMC が1962年から1974年まで、生産した小型乗用車である。 a d 1 6とは、オースティンドローイングオフィスプロジェクトナンバーワン6を意味する。a d 1 5にあたるミニの成功を受けて開発され、自流に先んじた乗り心地、操縦性、居住性を実現し、1960年代半ばから1970年代初頭まで、英国市場で最もよく売れた乗用車の一つとなった。開発者は、ミニと同じサー・アーレック・イッシゴニスで、 彼はミニで成功した基本設計、すなわち、可能な限り車体の四隅にタイヤを配し、パワートレーンやトランスミッションをコンパクトにまとめ、限られたサイズの中に、最大限の居住空間とトランクスペースを確保するという方式を踏襲しつつ、いくつかの新しい試みを加えた。その一つが、ラバースプリングの一部に液体を封じ込めた、前後輪関連喧嘩。 ハイドロラスティックサスペンションである。さらに、発表当初から、前輪ディスクブレーキを装備していたことも自由に、先んじていたし、ボディデザインは、イタリアの名門カロッツェリア、ピニンファリーナの手に委ねられ、同社は先にデザインを任せられながらも、必ずしも好評ではなかった、ファリーナサルーンの輪立ちを踏むことなく、英国者らしい保守性と、 新しい前輪駆動車のプロポーションを融合した美しいスタイルを生み出すことに成功した。また、当時はまだレイアウト上、前輪駆動車への自動変速機搭載が困難だった時代でありながら、1965年には AP 製4足 AT が選択可能となった。アド1 6は英国民族資本メーカーの寄り合い所帯であった BMC の車種統合制作のも 6つのブランド、社名で生産された。当初デビューしたのは、直列4気筒 1098cc の BMCA タイプエンジンを搭載する、モーリス1100だけだったが、続いて、MG1100、オースチン1100、バンデンプラプリンセス1100、ウーズレイ1100、ライレイケストレル1100が順に登場した。車体は、当初4ドアセランだけだったが、 1966年に3ドアワゴン、1967年に2ドアセダンが追加された。1967年には、モーリスとオースチンは、フロントグリルを幅を広げた、新しいデザインで統一し、テールフィンを削るなどのマイナーチェンジを行って、MK2 に発展。同時に 1275cc エンジンを積んだ、1300が全ブランドに登場し、 翌1968年春には1100エンジンは、モーリスとオースチンの連価版だけに搭載されることとなった。1968年に BLMC が成立すると、たとえ、バッジエンジニアリングとはいえ6つのブランドで、a d 1 6を販売することも困難となり、車種整理の動きが始まる。1969年には MG が2ドアツインキャブ70馬力の、 MG1300M2 に絞られ、ライレー・ケストレルは消滅し、ライレーというブランド自体が消滅した。1971年には、モーリス・マリーナの登場に合わせ、モーリス1100、1300が中止され、MG1300M2 も生産終了となった。1971年には、オースチン100、1300が、マイナーチェンジを受け、流行の しかし、アド16には不似合いの黒いプラスチック製、フロントグリルを与えられ、魔界に発展する。MG と、ライレーの消滅を補うためか、派手なホイールキャップやストライプ、当時流行のレザートップでスポーティに装った、ツインキャブエンジンの、オースチン 1300GT も登場した。1973年、後継のオースチンアレグロが登場するが、アレグロは、 奇抜なスタイルと楕円形のステアリングホイールが、災いし不評であり、アド1 6は、根強い人気に支えられ、翌1974年まで生産は続行された。同年6月19日にオフラインした最後のアド1 6は、バンデンプラ1300であった。各ブランド別生産台数は、モーリス801966台。 オースチン1119800台、MG124860 台、ライレー12万124860台、バンデンプラ43741台、ウーズレ七27470台であった。アド16は、当時の日本にも MG モーリスウーズレー・ライレーを扱う、日英自動車、オースチンバンデンプラを扱う、キャピタル企業から相当数が輸入されたが、 バンデンプラが1980年代後半からバブル景気の頃まで一時的なブームとなり多数の中古車が並行輸入された。また自動車評論家の小林翔太郎は最終型の来ーケストレル1300を婦人用のセカンドカーとして20年以上にわたって愛用した。本田総一郎も一時期所有していたバンデンプラプリンセスは日本テレビ系ドラマ 刑事貴族に、刑事貴族3でも、水谷優演じる刑事、本城慎太郎の愛車として登場した。オースチン・ビクトリア・スペインでは、ジョバンニ・ミケロッティがボディ前後を変更して3、ボックス型セダンとしたモデルが、オースチン・ビクトリアとして1972年から1975年まで、生産され、 同社は南アフリカにおいても、オースチンアパッチとして1977年まで生産された。オーストラリアでは 1500cc エンジンを積まれて、モーリス・ノーマドなどの名称で生産された。イタリアでも、イノチェンティアイムさんの名で生産された。当時放送されていた刑事ドラマ、刑事貴族で、激王者として使われており、人気に拍車がかかった。ありがとうございます。